皆さんご機嫌いかがでしょうか大和物語の第89段1回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、収めるという漢字を崩したものです。次は、理科の理。修理ではなくて、すりと読みます。次は、の。 これは君という漢字です。次はにという漢字を崩したものでにと読みます。次はむ。これはま。そしての。次はかです。これはみるという漢字を崩したものでみと読みます。次はす。これはさんという漢字を崩したものでみと読みます。 次は剣、剣刀詞の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。これは、流れるという漢字を崩したもので、ると読みます。次は、突起。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。すりの君に馬の神住みけるとき。すりの君のところに馬の神が通っていたときとなります。 次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。まず、これは、型という漢字です。次は、の。これは、ふ。これは、おいという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、り。次は、け。 これは、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、は。これは、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。これも、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これはヘ、へ。 次は、にという漢字を崩したもので、にと読みます。これは、まんという漢字を崩したもので、まと読みます。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、ながれるという漢字を崩したもので、ると読みます。これは、と。次は、て。これは、な。そして、ん。 これはえです。次はまいるという漢字を崩したものです。これはり。そしてこ。次はぬ。これはとです。次はい。これはへ。これは里という漢字を崩したもので、りと読みます。次はけ。 これは連という漢字を崩したもので、れと読みます。ここはからですが、他の文献にはばとあります。方のふたがりければ。方互いにまかるとてなん、え、参りこぬと言えりけれ。方角が塞がっておりましたので、方互いに出かけるということで。 あなたのところへ参ることができませんと言ってきたのでとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは古いという漢字を崩したもので「古」と読みます次は「練」という漢字を崩したもので「れと読みますこれは「な」これは「ら」次は「ぬ」 これはかです。そして、おいという漢字を崩したもので、たと読みます。これはお。次はも。これはおいてという漢字を崩したもので、おと読みます。次はほんという漢字を崩したもので、ほと読みます。これはくです。 次は多いという漢字をくずしたもので、たと読みます次は可能のかという漢字をくずしたもので、かと読みますこれはふ次はれんという漢字をくずしたもので、れと読みます次ははちという漢字をくずしたもので、はと読みますこれはう次はら そして、三という漢字を崩したもので、みと読みます。これは、ん。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、おいという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、も。これは、な。これは、ささえるという漢字を崩したもので、きと読みます。次は、そ。 これは「お」という漢字を崩したもので「わ」と読みます次は「ひ」これは「し」次は「支える」という漢字を崩したもので「き」と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「これならぬことをも多くたがうれば恨みん方もなきぞわびしき」 この度のことの他にも、たくさんの約束を破っておいでなので、今更恨みようのないのが情けないことです。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、か。次は、く。そして、て。次は、む。これは、まです。 そして、の。これは、か。次は、見るという漢字を崩したもので、みと読みます。これは、い。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、はるという漢字を崩したもので、すと読みます。これは、な。これは、りです。次は、に。 これは、かという漢字を崩したもので、けと読みます。次は、るいという漢字を崩したもので、ると読みます。次は、古いという漢字を崩したもので、コと読みます。これは、道路の路という漢字を崩したもので、ろと読みます。次は、よ。これは、さという漢字を崩したもので、みと読みます。次は、て。 これは、を。これは、こ、次は、せ。これは、た。そして、り。次は剣、剣刀士の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。これは、るです。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。かくて、馬の神、いかずなりけるころ。 読みて起こせたりけるこうして馬の神が行かなくなってしまった頃読んで送った歌となります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれはい次は可能のかという漢字を崩したものでかと読みますこれはてこれは「な」次は「 えるという漢字を崩したもので、をと読みます。これはあです。次はし。これは道路のろという漢字を崩したもので、ろと読みます。これはの。次はひ。これはおいてという漢字を崩したもので、おと読みます。次はに、耳という漢字を崩したものです。 次は古いという漢字を崩したもので、こと読みます。次はと。これは登るという漢字を崩したもので、とと読みます。これは八という漢字を崩したもので、はと読みます。これはうん。これはなです。次はにという漢字を崩したもので、にと読みます。 これもに。そしてよ。これはりです。次はて。これは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次はわ。これはれんという漢字を崩したもので、れと読みます。次はお。これはと。 次はハという漢字を崩したもので、ハと読みます。これは怒カという漢字を崩したものです。ヌと読みます。次はと。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。いかでなお、アジロのひよにこと問わん、何によりてかわれを問わぬと。 そのようなことを聞いても、今さらしょうがないではありませんか。どうかして、やはり、あじろの日をに尋ねたい。どういう理由で、私のところを尋ねてくださらないのでしょうか。と、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。これは、のるという漢字を崩したもので、とと読みます。 次は、い。これは、へ。そして、さとという漢字を崩したもので、りと読みます。次は、け。これは、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。これは、かえすという漢字を崩したものです。次は、し。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。と言えりければ返しと言ったのでその返事にとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは安倍さんの「あ」という漢字を崩したものです。次は「し」。これは道路の「ろ」という漢字を崩したもので「ろ」と読みます。 これはよ。次はり。これは本という漢字を崩したもので、ほと読みます。次は可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次はにという漢字を崩したもので、にと読みます。これはは。次はひ。これは置いてという漢字を崩したもので、おと読みます。 次はの。これはよ。これは流れるという漢字を崩したものでると読みます。ここは2文字続けてものと書いてあります。次は可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。これは志という漢字を崩したものでしと読みます。次はら。 これはすそしてはこれはうじのうという漢字です次はおさむという漢字ですうじと書いてあります次はのこれはひです次はとこれはにそしてと 次はへ、これはか、これはしです。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。あじろより他にはひおのよるものか、知らずはうじの人に問えかし。あじろ以外にひおのよるところはありません。それがわからないのでしたら、うじの人にお尋ねください。 となります。今日はここまでです。それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。